ローマン・ワイ・ミネタさんの全国際空港に加え、アメリカン航空が東京、成田線を運航していたが、2006年10月28日をもって廃止された。2013年1月11日より、全日本空輸が就航開始、2015年6月23日現在、毎日運航されている。機材は、ボーイング787から8型機。 またはボーイング787から旧型機である。待合席には肘掛けの側面にコンセントがついている全ターミナル内で無線 LAN が無料で利用可能である。ターミナル A は1990年に開業、2009年に改装を終えた。改装の結果、チケットカウンター、駐車場、セキュリティチェックなどが広くなった。ゲートは1番から16番まであり、 そのうち15番と16番は国際線ビルに含まれる。国際線の乗客はこのビルの税関を通る構造になっている。8番ゲートの向かいにはアメリカン航空の運営するアドミラルズクラブがあったか、2010年に閉鎖された。サンノゼ国際空港ターミナル B ターミナル B は2010年6月30日に開業した。 特徴の一つとして、席の手すりに電源と USB ポートを設置し、ノートパソコン等を充電できるようにしたことが挙げられる。ゲートは、北コンコースの17番から28番までで、サウスウェスト航空、アラスカ航空、デルタ航空などが利用している。南コンコースは利用者の増加を見て建設する予定である。ターミナル C、ターミナル C は百六十五年に開業したが、 老朽化のため2010年に閉鎖された。現在は駐車場として利用されている。以下に述べる公共交通手段のほかタクシー、リムジン、シャトルバス等でアクセスが可能である。空港の近くには国道101号線、週刊高速道路8 8 5号線、修道87号線が走っており、自家用車でのアクセスも便利である。 サンタクララバレー交通局の運営するバス、ナンバーワンレーフリーエアポートフライヤーを利用し、メトロエアポート駅にて、ライトレールに、サンタクララ駅にて、カルトレイン、アルタモント通勤急行、アムトラックに乗り継げる。また、2025年にはバートが、サンタクララ駅に乗り入れる予定である。ありがとうございます。